どうもこんにちは、T1 スタイルズです。スタイル兄貴の妹分、キノコっす。キノコの幼馴染みの3との俺です。ということで、前回に引き続きこの3人で、招待で遊んでいきたいと思います。乗っていく戦車はみんな前回と同じまま、私も T20 に乗って、遊んでいきたいと思います。マップは3巻の港湾、東スタート。南に進軍していきましょうかね。兄貴、南ってことは、さっさと中央まで張り付いちゃう感じで行きますか？そこまで大胆に行っちゃう感じ？前回の2人でフォーカスしていく感じの正体、ガチ面白かったんで、またやりてんすよね。でも今回は割と敵にも似たような機動力の車両多いし、中央ラッシュはいきなりはためらわれるような。きっとさんとの俺が後方からちゃんと支援してくれますから。ね、さんちゃん。車線通せるように頑張るけど。ほらこう言ってますし、初心者のさんちゃんに大部分投げるじゃないの。いいから行きやしょう兄貴、何かあれば自分が、スタイルさんのナイトになるんで。ナイトになるってなんや、どの時代の口説き文句だよ。しっかり守ってみせるんで、私についてきてください。いつから私はヒロインになったのかしら。そしていつからこんなイケメンなセリフを吐くようになったにゃ。なーに、いつもスタイルさんには世話になってるんで、たまには自分を頼ってくださいよ。あぶね、ヒヤッとした。大丈夫っすか兄貴、ミルテメージ双方っすね。せやな。スタイルさん、この後ろあたりからエイムしておけばいいっすか？とりあえずそうかな。キノコがどこまで仕掛けるのか知らないけど。さてと、南側中央には入れたな。ここからマップ中央を狙撃していきたいが。何してんすかスタイルさん、しっかり抜いてくださいよ。おいキノコ、お前も今一発外したよな。そう、あんなに美味しそうな獲物がいるっていうのに当たらねえなんて。おっと、ワンファンでいけるっても2大爆散するとは。これで撃てる車両は終わりかな。ってことはこの先っすね。一気に行っちまいましょう。待って、ろくにまだ敵の配置もわからないのに一気に仕掛けるの。俺に続けー。こうなった時のキノコはダメっすね。制御できないです。知ってる、いつってる時のモードだよな。たまにバグったように訪れるんだよな。使いたい。さすがに強引には押せねえって。だが俺は行くぜ。ズビビビビビビビー。もう、舞い上がってる時のキノコじゃねえか。仕方ない。付き合ってあげるか。さらばだ系戦車くん、また会おう。待て、なんて強引なら仕掛けてるんだよ。さすがにイニーを止めとかんとキノコが殺されるな。ぐるっと回って元の位置。いやそういうの系戦車ならわかるけど、初動からレオで仕掛けますか？自分には我慢できねえ。まったくもう。いくらキノコの動きに合わせてフォローしながら稼ぐって言ったからって、こんな無茶な仕掛け方に付き合う意味もなってくれよな。大丈夫ですぜ兄貴、何かあれば自分があなたのナイトになるんで。いや今あなたのナイトになってるのはどちらかといえば私の方ですけど。何言ってんすかスタイルさん、スタイルさんは兄貴っすよ。オラオラオラー。いやまだまだラッシュかけ続けるんかい。うっす、こいつに戦略とか考える頭あるんか。まあついていきますけど。待っててくださいスタイルさん、すぐに追いつきますから。そうだよ、完全にサンちゃん置いてけぼりじゃないの。屈車燃えたー、自走砲やりー。いやいや待てキノコ、後続ついてこれてないから。それに横に T25 ハーフがいるぞ。ああいうのはね、スタイルさんが倒してくれると思って信じてるんで。だからどっちがナイトだよって。てかなりたいとも思ってないし。ふえー、スタイルさーん、ヘルプスー。いやそこまでちょっかい出しに行ったらそうなるってわかるやん。まったく、世話の焼ける妹だ。いえ、自走砲。もう前春から下がってー。なんでキノコのために肉壁張らないといけないんだか。アドマース、感謝しております。てきてきてキノコ、なんでそのヘルスで前に出てきてんだよ。はう、外した。げ、バソッ。追いないと、なんで先に死んでるんだよ。これでスタイルさんの車両に乗車成功。これで兄貴のナイトになれそうっすね。いやどういうことよ。てかほんとジリーナ立ち回りしてくれたよな。ほんまそれ。キノコはスタイルさんに謝るべき。おかげで勝利に大前進したじゃねえすか。いやだとしてもキノコ、お前爆散王女に楽戻りしそうだったけど。てか爆散はしたか。今スタイルさんの車両で、セカンドライフ楽しんでます。おう、よかったな。ってことで残る数車両を食い漁るか。あれ？やったー、燃やしてやったぜー。ついでにラムをしておくか。おっと、キルをいただけなかった。サンちゃん、楽しそうなことしてるじゃないのよ。いや楽しくないですって、死にそうなんですけど。ふぅ、助かりましたー。二両撃破？やりますねー。いやいや、たまたまいいとこ取りしただけですよ。だとしても、もっとは敵を倒しきるのも大事な仕事。じゃないと右残りの敵が暴れ回ることもあるのがもっとだからね。それはほんとっすね。そうなんか？ならば喜んでおこうかな。ってことでキノコのせいなのかおかげなのか、早々のラッシュからの残る敵は一両だね。何言ってんすか、おかげっすよ。自分が戦場のジャンヌダルクになったんすから。
優秀な先導者だったと後世に語り継いでください。いや気のいいこと言ってるけど、あれソロでやってたら何の成果もなくしょぼちんしてるだけだからね。私がついて行ってあげたことを感謝してほしいもんだね。ありがとうございます。それでナイトになって私を守るって、まだまだ早いっすね。おかしいなぁ、自走砲さえ食らわなきゃいけたのにな。はい、即ストップ。しっかりダメージだけもらってきますよっと。あ、私譲りのラムアタック、この試合で2回も見れるなんて。なんていう強引な試合だったんだろう。ある意味で快速招待だった気もするけど。っておいおい、こんな乱暴働いてマスターエースバッジか。おめでとうございます。ドフフ、これは自分に感謝が必要そうですね。生きるな生きるな、キノコの悪いところが出てきてるぞ。いやでもほんと、この車両での初めてのマスターバッジなのよ。かつての初心者時代にはあれだけ乗っても届かなかったバッジだったけど、こうもあっさり取れてしまうとはね。今回は攻める機会をもらったし、途中の炎上させてラッキーな一面もあったけど、体当たりを二度するような強引な攻めをしたい気持ちになったのは、間違いなくキノコに当てられたからだから、そこは感謝ですね。いつしか忘れていた強気な攻めを思い出せましたよ。ありがとう。とっふふふふふって感じで、生きったキノコは褒めておけば勝手に照れて生きらなくなるから、扱いが楽だよね。ふぅ、スタイルさんのツンデレがー。なぜスタイルさんはけなすときも褒めるときもストレートに言ってくるんだ。褒められ慣れてねえから戦い方わかんねえよ。いつも生きった後二度疲れるまでがデフォだったからなあこいつ。ってことでラッシュに付き合って終わってしまうあっさり回なのでした。次回に続きまーす。ではでは、バーイ。まったねー。